はい、皆さん、あと最後はですね、特殊テクニック法という形になりますね。いくつか方法あります。ちょっとコラム全部あと読んでほしいんですけども、ファンクショナルアイソメトリクス法とかですね、ネガティブシステムですね。ネガティブシステムは、高校野球でしたら、2年生の冬のトレーニングには入れていいと思います。結構負荷かかりますけどね。2人で1組組んでもらってですね、自分が最大に上がる、例えばベンチプレスが100キロ上がるんだったら、これにですね、105% から120%、40% までって書いてありますけども、120% まででいいと思います。例えば100キロ上がる重さの 20% 増しの重さ、要するに120キロですね。上げるときは補助者と一緒にガッと上げちゃいます。ガッと。で、それで下ろすときにゆっくり下ろしていくんですね。このネガティブ局面でゆっくり下ろす。で、また上げてもらう。これを大体5回ぐらい繰り返す。飛躍的に1ヶ月ぐらいで挙上量、筋力が上がります。2年生の本当オフのトレーニングの筋力期の時にやっていいトレーニングに入ってると思います。あとは、スーパーオーバーロードシステムですね。これもですね、すごい負荷のかかってくる種目なのでやってみてください。あとはレストポーズシステムとかですね、あとコンプレックスシステムですね。コンプレックスはですね、これはどんな種目かって言ったら、まずは最大筋力のトレーニングをやって、そしてそのすぐ、その種目の重さの半分ぐらいの種目を使って、パワースピンの距離を一気にやっちゃうと。こういうことをやるとですね、腱の抑制、ゴルジ腱器官の抑制とかですね、最大筋力が高まっている状態からのスピードトレーニングっていう形なので、パフォーマンスがやっぱり正しいっていう形出てきますね。今回はですね、皆さんに今のこのプログラムの立て方ちょっとお話ししていきました。やってみてください。お願いします。